日本の女子プロレス団体。風丸美大生編集1992年1月、ジャパン女子プロレスの解散後に所属選手は、同団体の子会社、JWP プロジェクト応募隊に、JWP 女子プロレスとしての再出発を予定していた。しかし、選手会が分裂して、ハーレー斎藤、大沢ゆかり、斎藤緑二上みき子遠藤みずきは、 JWP に加わらないことになった。この5人と前年にジャパン女子を退団したハンダ・ミ穂ホズミ・ウタ北村・まみのグループ、解散直前にジャパン女子を離脱した風丸美、ルミ、カンが合流して LLPW を設立。旗揚げに際しては全日本女子プロレスの盾の木を長島・美智子とジャパン女子のイーグル・サワイ、安田・ルミがさらに加わっている。 設立当初の会社名は株式会社レディースレジェンドプロレスリング。代表に風間が就任。女子プロ会では世界初の代表取締役、社長兼現役レスラーとなる。これには選手経験のない、いわゆる背広組フロントに対する不信感から男子の新日本プロレスや全日本プロレスがそうであるように選手が団体を運営すべきという。 ハンダグループの意向があったと言われる。旗揚げ当初は、自前のリングも事務所もなく、一円企業も、法制上不可能であり、当時日本の社会で女性が社長になること自体、珍しかったことから、周囲からは、女に何ができるんだ、3ヶ月で潰れるなどと陰口を叩かれた。1992年8月29日、後楽園ホールで、 LLPW の旗上げ戦を開催。シュートボクシング出身の風間、柔道出身のカンドリ、空手を学んでいたハーレーイ斎藤、シュート経験者の大沢らを要していたことから、格闘技志向が強く1995年には、初の女子選手によるバーリトゥード大会 L-1 を開催している。1992年9月、ブル中野ホックと諦めみたい。アキラ組隊 工藤恵みコンバット、豊田組戦に始まる団体対抗戦時代においては、カンドリ大北斗の壮絶なシングル戦や、風間大北斗の敗者髪切りマッチ、LLPW のユニット、平成グレンタイと FMW のユニット、猛毒隊が合体したユニット、平成猛毒グレンタイとなるの活動、防衛の選手派遣などで話題を呼んだ。また、クレナイヤ社のレディースやホズミのジュリアナ東京の、 女性客など、キャラクターレスラーの投入や風間の側近的立場から、一転して、理不尽クイーンとして、ヒール人気を呼んだハンダやキャロル、クレナイ二条の同世代選手で結成したユニット、決起軍の活躍に加えて、さらに1九十四年、時渡過去の主演映画、最古に、藤原義明と共に、全面協力して、主力レスラーが総出演するなど対抗戦に依存しない、 話題作りにも尽力。ジャパン女子解散前後の経緯から、JWP との対抗戦は行われず、対抗戦人気が収束に向かう1997年、ジャパン女子の1989年デビュー組である、クレナイと福岡賞が互いに一騎打ちを呼びかけたのと、ジャパン女子の旗揚げメンバーだった、プラム、マリコのリング化による救世という二つの要因によって、ようやく実現。 1997年、二条と大向道子を全日本女子所属選手、大量離脱によってできた女子プロレス団体の一つである、アルシオンに引き抜かれて、また2000年以降は、観客源や新人の定着難に悩まされた。リングでは代表という立場から、それまで脇役に徹していた風間が、サワイヤフリーとして参戦していた、井上高子らとヒールユニット、 ブラックジョーカーを結成して全面に出てカンドリが率いるユニットチームフロンティアとの構想を展開して人気の維持を図った。第1次、カンドリ忍体制、編集2002年10月1日、カンドリが代表に就任。これに合わせて会社名を株式会社 LLPW に解消。代表を退任した風間は2003年8月3日に引退。 韓国人女子プロレスラーのイ・ヘイランとチェソーラの獲得やゲイプロレスラーによるユニット・グラマー・エンジェルスの登場など芸能人の感覚も持つカンドリならではの戦略が垣間見えていた。また、大手芸能プロダクションホリプロと業務提携を結んでいる。2007年2月、女子プロレス界全体でも約8年ぶりとなる両国国技館で興行を開催。 遠藤水月大成、編集8月、前年に参議院議員になったカンドリに代わり、遠藤が代表に就任。2009年5月、遠藤が選手活動に専念するため代表を辞任。以降、代表職は空席のままとなっていた。この頃から、他団体に比べ新人選手の定着率が非常に悪く、デビューしてもすぐ退団、引退するケースが多く、 大きや愛川以降の若手選手の確保及び育成が重要な課題となった。年数回の高楽園ホールを含め、首都圏を中心に工業を開催しているものの、団体単独での工業機会が減少。旗揚げ当初からのメンバーだった縦の清が会社として機能していないという理由で退団し、引退工業を自主開催するなど深刻な問題となった。その後、 伊藤道場や元所属選手神が率いるプロレスリング、ウェーブとの合同工業などに活路を見出した。また J スポーツでの試合中継も年々縮小され、年1回の大型工業のみとなっていた。第2次、カンドリ忍ぶ体制、編集2010年9月、参議院選挙再選に失敗したカンドリが代表に、再就任。事務所を埼玉県川口市から、 東京都東池袋に移転。11月、カンドリが新プロジェクトで LLPW 再スタートを宣言。12月25日、銀座ベノアで復活工業を開催。5月8日の名古屋大会以来7ヶ月ぶりの自主工業で、単独での都内開催は2009年8月16日以来、約1年4ヶ月ぶりだった。復活工業は入場料を 客のいいねで1円以上として、売り上げの一部を、いじめ撲滅運動団体に、寄付、ニコニコ動画というストリームでのライブ配信、井上のプロデュースによる、アイドルレスラーオーディション、ボリューム2など新規軸を取り入れた。なお、銀座ビノアは180名収容のパーティーホールであり、同会場での女子プロレス工業は、初となった。今後、同会場で定期的に工業を打ち、 通常工業を目指すとした。第二次、カンドリシノブ体制、編集2011年11月15日、東京都豊島区南大塚に、道場、LLPW、X プロレスバンクを設立。それに合わせて会社名を株式会社、LLPWX、団体名を、LLPWX に解消。十二月四日、LLPWX として、最初の工業を、 LLPWX プロレスバンクで開催。2012年、ボリューム2第1期生がデビューするとともに、カンドリ忍ブのプロデュースによる、カンドリ城と呼ばれるアスリート系、レスラープロジェクトも開始。2月14日、LLPWX プロレスバンクより、初のニコニコ生放送を放送。プレミアムイベント、バレンタインハートクロスフェスティバルは、試合の他トークショー。 ダンス、お笑いライブ、バルム2の公開レッスンという内容だった。12月29日、赤坂ブリッツで、ブランニュースターと、新たなるチャレンジを開催。井上隆子のプロデュース、ボリューム2からブリバとのデビュー戦とともに、LLPW の旗揚げから活動してきた、ハーレー斎藤の引退試合が行われた。なお同所でのプロレス工業は、 現施設となってからは初であり、旧施設を含めると1997年の国際プロレスプロモーション以来、約15年ぶりである。2013年3月29日、LLPWX プロレスバンクイベントより始動。11月15日、TDC ホールで、井上隆子25周年記念イベント、戦い続ける女たちプロレス VS ロックを開催。 2014年1月12日、LLPW、X プロレスバンクで、ブリバトとプロレスリング和が党う前による、コラボレーションイベント、ブリリアントリング1を開催。10月11日、両国国技館で、カンドーリノブ生還50周年記念大会、スーパーレジェンド伝説から神話を開催。2016年10月19日、東京ドームシティホールにて、 カンドリシノ忍デビュー30周年記念大会試合、ミスター女子プロレスカンドリシノ忍デビュー30周年記念イベント挑戦から、カラオ、破れを開催。2016年11月28日、11月末をもって、ブリバトの先と水キが共に、LLPWX を対談することが発表される。これで、所属選手は休業中の沖野を除き4名となり、 所属選手のみでの興行は事実上不可能な状況となっており、新人選手育成プロジェクトである、ボリュームニア、カンドリ城も新たな選手が誕生する動きがない状態が続いている。リーグ戦引退退団会コブリバとグラマーエンジェルス LLPW が1年間を通じて活躍した選手を表彰する制度。各賞はファン投票で決定される。 1993年1996年、俺たちのプロレスボリューム 663P より、カンドリ・シノブが新プロジェクトで LLPW を復活。日刊スポーツ。2010年12月4日閲覧。ハーレーサ藤12.29引退試合。カンドリ・ PR。デイリースポーツ。 http コロンスラッシュスラッシュ www.daily.co.jp スラッシュ n e w s f l a s h スラッシュリングスラッシュに012スラッシュ1 a スラッシュ31スラッシュ 005493866.s html ハットミスター女子プロレス半世紀カンドリシノブが見せるプロレスエンターテインメントありがとうございます